係員離れてスタートしました。ちょっとばらついたスタートになりました。1番人気のベルウェザーまずまずのスタートから正面スタンド前の先行争いは2番人気のアドーネ好スタートを切りました。押し上げていくのがリンゴです。外を通ってデルマプルシャ、1番人気のベルウェザー、中段につけました先行集団を見るような形、武豊です。各馬1コーナーから2コーナーへ向かっていく最後方からエイシンローテイト、長島まなみで向こう上面です。先手を取ったのは2番人気エイシンフラッシュ3区のアドーネ、鞍上和田龍二1馬身半のリード、リンゴが2番手、デルマプルシャ3番手、内から3番人気ドナアフロディテ、サメシマカツマ4番手、外から14番のバスタードサフラン、その外1番人気ベルウェザーと武豊中段です。内から栗のアチーバー、そしてツリーフロック、その後ろ大成ファルクスがいて、橋毛の馬体のヒロイックバイオ、外からペイシャコパ上がっていくのか、内2番のベストオブキング並んでビップライアンをつけて、11番のザハーベル、後方からはホワイトリバー、最後方1頭置かれてエイシンローテイトで3コーナーのカーブ、前半の線は1分3秒2で通過しています。先頭5番のアドーネ、2番人気和田龍二がレースを引っ張って半馬身のリード、2番手7番リンゴ、外からデルマプルシャ、バスタードサフランが4番手です。1番人気のベルウェザー武豊、青い帽子も外に持ち出して今前に取り付いていこうというところ。ベルウェザーも早くも先頭に並ぶのか、内から先頭はリンゴです。リンゴが先頭に変わりました。外からベルウェザー、さらにはその前にバスタードサフラン、差を詰めて直線コース、左右ついてはツリーフロッグ、先頭はリンゴ、リンゴがまだ先頭、バスタードサフラン先頭に変わる、外から一気に黄色の帽子のペイシャコパ、そして1番人気のベルウェザーまだ2番手、最内からはツリーフロッグ、先頭はしかしバスタードサフラン粘っているベルウェザー、ベルウェザー徐々に差を詰めるが、さあ届くかどうか、バスタードサフラン粘っている、バスタードサフラン押し切りました。ベルウェザーは2着まで、うちでツリーフロッグ3着、マジェスティックオリアー3区のバスタードサフラン新馬勝ち、藤岡浩太騎手、勝ちタイム1分55秒6でした。